皆さん、こんばんは。立憲民主党の衆議院議員、原口和郎です。今日はですね、小西を守れ。負けるな、小西。いうことで、一方的に、小西参議院議員にエールを送りたいと思います。まあ、実際に電話でですね、その、ね、話を今日もしました。で、今日今から言うことは、あの、彼が何を言った、彼がどんななったっていう、そんな話ではありません。 一般的にですね、戦う集団の鉄則。これについてお話をしたいと思います。戦う集団の鉄則。負ければ、それこそ日本が悪くなる。いろんなものが、こんな、その、横髪破りのものでですね、屈してはならない。そういう観点から、勝ち続ける集団。これの鉄則についてお話をしたいと思います。 まあ私たちあの、よく歴史に学びえ、戦う集団についてですね、どんな集団かということを学んできますえ。武装集団についても学ぶわけですね。え何を例にしたらいいのかな、うん、そうですね、日本人に馴染みの深いところで言うと、清水の次郎長 を例に出したらいいかなと思います。あの、街道一の親分と言われた清水の次郎長はですねえ、こんなふうに質問を受けたと聞くんですね。あなたのためだったら、何百人何千人という子分が命を投げ出すでしょうね。街道一の親分、あなたは大した人ですって言われるんですね。 その時に次郎長はこう返すんです。とんでもない。自分はそんなもんではない。<laughs> ただ、自分を支えてくれる子分たちのためには、自分は命がけで戦うと。子分を命がけで守るって。これが清水の次郎長のですね、あのー、答えなんだそうですね。 だから、まあ、今の国会論戦と清水の次郎長を同列に議論するわけにはいかないですけども、戦う集団は必ず自分と自分のチームを信じて、そしてそのチームを守りますね。まあ、任教っていうか、義教っていうか、それのない集団は、所詮、右往の州で、まあ、何の間の あの、綺麗事言ってますけども、自分たちだけを守って、あとは、尻尾切りと。だから、今日私は、小西参議院議員に電話をかけて、あなたがやっていることは、本来だったら僕らも国会でやんなきゃいけない。私もですね、総務委員会に所属したり、予算委員会に所属してたら、 バッタに立ちたいような、そういうテーマなんですね。ましてや、放送法の改正に、あの、力を入れてきました。あれ、議員立法なんですね、放送法は。えー、自民党のですね、もう名前言っていいと思いますが、今、議員の委員長なさってる山口俊一先生と共同提案した法律がもう2回あります。まあ、自民党だから、みんな悪いって、 あるいは安倍さんの支持者だ、安倍さんだから悪いとか、もうそんな風な考え方僕らは持たないんですよ。いい人はいい。悪い人はとことん悪い。だから、いい人と一緒にやるのはですね、党派を超えたってやるべきなんです。で、まあ今回、憲法審査会のどうのこうのっていう話がありますけども、とにかく小西さんは下を向くな。下を向くな。 負けるコニタン。まあただ、これ頭のいい人にありがちなんですけど、情報が多すぎるね、情報が多すぎる、言ってることが小難しいし、そしてその戦線を拡大するから、戦線を拡大するっていうことは、逆に言うと、相手からも突っ込まれやすいし、攻撃を受けやすいあの小西さん議員議員をご存じない。 方のためにですね、彼もどっか小沢さんとよく似てて、すっごく優しくて丁寧なんですよね。だから、あれ、なんとか大での出た、あの、人たちの一種の傾向なのかなその自分が知ってることを何でもかんでも喋るっていう。それがなんか、この、今の教育の中でそういうの求められてるんですかね。 知ってる方はみんな喋ると。誰かより知識があるっていうことが、その、アドバンテージだっていう教育なんですかね。そこよくわからんけど、とにかく言葉が多い。だから、あの、聞いてる方がなんだかわかんなくなるわけです。彼はものすごい頭いいけど、そういう意味じゃ、あの、リデュースっていう言葉があるんですね。リデュース、リダクション。 えー、減らすって。情報を敵に与えちゃいけないんですよ。突っ込み点もたくさん持っちゃいけないんですよ。まあ、小西参議院議員の唯一の欠点といえば、まあ、そこに陥っているっていうことでしょう。今回も、ああでもない、こうでもないってあんなのを全文出す必要ないんですよ。肝心のところだけ出して、そして論点を詰めていけばいい話で。 全部出ししまうから、どっかいよその議員にまで被弾してですね、そしてあらぬ方向に議論が行ってしまうと。それ多すぎるからなんで、情報が。だから、戦闘で言ったら、切っ先は尖らせなきゃいけないわけで、そんな生蔵刀であっちこっちに、その、刀を振るから、いろんなところから、その、刃が飛んでくると。 やっぱりその、刃が飛んでくる方向は、一点に、逆にあの、絞らせるべきなんですね。今朝あの、うちの近くの、この高城城の近くの、鎮西亀友の池のところまで行きました。彼らの戦いもそうですね。で、私はその、自民党出てもう30年。自民党の戦い方っていうのはやっぱり、その辺の武,武装集団、 の、あの、昔はですよ。その、戦いの鉄則を外さないでいましたね。で、今度民主党なんていうのを作ってやったけど、やっぱり早く決別せないかなって思っていて、それは、今、清水の次郎長の話をしましたけども、真ん中が小ずるいっていうのは良くない。やっぱり、死なば諸もっていうか、 清水の次郎長が言ったみたく、自分らの仲間のためには死に物狂いで、これを守ると。でも、あの、小西くんあんまり、悲観する話でもない。でも、結構、小西負けるな。小西を守れって声もすごく多い。それはな、なぜかって言ったら、まあ、どっちに戦ってるかは別にして、 戦ってるからなんですよね。戦ってる人間を、戦わない人間が笑うのは簡単だし、戦ってる人間を、後ろから足を引っ張るのは簡単だけど、やっぱり、戦って道を切り開いてる人間は小西、小西、ろゆき、小西、ろゆきなんですよ。だから、まあ、戦い方も、 なんていうかな。武道からすると、もうとんでもない、アホな戦い方っていうとこにいたには悪いけど、頭のいい人が落ちる、あの情報量の多さ、そこだけ気をつければ、次は勝つんじゃないかな。まあ、今回も負けたわけじゃないんで、あの、憲法審査会あれ、外す いや、や、ンガンにやれじゃい。自分たちの言葉で、自分の国の憲法、あれ、2000何年だったか、17年か18年、復帰した時に安倍さんと議論したんですよね、憲法について。どっかに動画を、この間、2日前に上げてくださっている方がおられるんで、ご覧になったらいいと思います。安倍さんとですね、自分の国の、 コンスティューション、国の形を自分の国の言葉で、つまり日本語で語り直すっていうのはとても大事なことだと。憲法についても真正面から議論をしようということで安倍さんと議論したんですね。で、同時に江田野さんと議論した、あれは2006年に平和って本を出したんですけども、憲法っていうのは国民が権力を縛る仕組みであると。 国民が権力を縛る仕組みである。その、それは何かというと、どんなに民主的に選ばれた権力であっても間違える。間違えるということを前提にしたのが憲法。つまり、最後は国民がその選んだ権力も縛るんだと。私たちはその憲法という、その中で自由に生き方を選べるし、選ぶ。 べきなんだっていう考え方が、まあ、近代憲法が唱える立憲主義なんですね。で、これを安倍さんに言って、従って我、我ら権力者、それはあの、総理である安倍さんも当時のですね、それから私、当時、国会議員、まあ、今も国会議員ですけど、自らが振るう権力については、権欲的でなければいけないんだと。 権力的、権力を抑制的に使わなきゃいけないんだと。これ安倍さん、あの、賛同しますか聞いたんですね。で、その通りだと。つまり彼と私の憲法に対する考え方、コンスティテューションを自分たちの言葉で語り直す。これ絶対に必要です。それはあの、占領下において、占領軍が この憲法に関わっている。で、一部の、あの、右派の人たちが言うように、一方的に押し付けられてはいない。一方的に押し付けられてはいない。ものすごい抵抗してるし、その後があるし、あの、頑張った成果がある。そういう意味じゃ、あるいはこの78年間この憲法を育ててきた。そういう憲法なんですね。だから、 まあ、極端な右翼の人たちが言うような押し付け憲法っていうにはちょっと言い過ぎ。だけど、占領軍が関わった憲法であることはかか、あの、どうやっても否定できない。本来だったら占領国は、非占領国のそういう統治に介入すべきでないんですよ。介入しちゃいけないんですよ。まあ今なお介入してるから、戦争屋の尻尾が、 日本にいて、もうまさにその、戦争屋の、あの、回来っていうか真下にいる。私はあの、安全保障も、必要な安全保障は充実すべきだという考え方です。しかし、ロープでもない FMS っていうんですけど、フォリーミリタリーセールスを馬鹿しか買わされ、ために防衛に穴が開いてる。防衛に穴が開いてる。 例えば、ロケット弾のいてないロケットヘリ。シャレにならん。イージスシステムが不完全なイージス艦。シャレにならん。イージスアセア、アセア。船じゃなくて、海岸沿いに自衛隊員が大変だから、やるって言ったら、それがま、全然計算違いで、今度また、 薄のノのですね、船に乗せようとしてる。もう全然シャレにならん。で、シャレにならんことをやったらですね、その国は滅びるんですよ。だから、まあ、コニタンの話から少しずれてきたけども、あなたが守ろうとしている統治機構、文書主義ですね、これを解文書とまで言う,言うに至ってはもう本当に、お前こそ反日だと。 言われてる。高市くんですね。高市くんは、昔の高市くんに戻るべきだ。まあ、なんでこんなこと言うかというと、成形塾の、あの、彼女が一個後輩なんですよね。彼女の過去の、あの、発言の動画をご覧になってください。今と真逆のこと言ってますよ。どんだけ染まるんだって、悪い方に。自分を取り戻せと言いたい。で、 しかも、日本の公文書が、開文書だと世界に言って回ったら、それ日本立たんだべ。あ、すみません、立たないですよね。しかも、大臣がそれ言っちゃ終わりでしょう。だから、こういったことをあぶり出した小西さんは、大事なんですよ。負けるな、小西、小西を守れ。今日は一方的にですね、まあ、武装集団の、 シミスの次郎帳を出したのが良かったかどうか分かりませんけども、まあ過去の歴史に振り返ると、今の民主主義の時代でない時代にあっても、戦う集団はそれぞれを必死で守るんですよ。切れ事ばっかり言って、自己保身が中心のトップには誰もついていかんです。まあそのことをね、 えー、小西さんを守りながら、うちは今、そんな集団ではないと。えー、立憲民主党、佐賀県も、新しく公認した人もいて、まあでも、13選挙区のうち、7が、なんと無投票だったんですね。県連代表として、本当に反省しっかりです。まあ、1区は全部選挙になってるけど、2区なんか、 ではあていうか、一区も、あの市長に転出した県議がいて、鳥栖市が無投票で、おかげさまで、私の元市長の現職の県議が無投票当選になりましたけども、やっぱりなり手がないんですよね。神崎っていうところも出したら勝つのに、仕事が忙しい、手が離せない、厳しいっていうことで、最後の最後で、あの、 候補者、できなかったんですよね。候補者を出せなければ選択肢にならん。肉なんてほとんど、もう、立憲民主党の公認候補は一人しかおらん。まあ、それでもやっと一人、出すことができて。まあ、ここも、私の元秘書が、一人、まあ、自民党に預けてるって言ったら怒られるけど、 あの、無投票当選しました。ありがとうございました。これであの、元市長、今回、えっと、何人出てるっけそうですね。一人が引退して、あの、一人が市長になってんで、四人出てて、四人のうち二人が、まあ、無投票当選。一人は立憲民主党、一人は自民党。で、あと、二人、立憲民主党で、 選挙になって戦っているのがいます。まあ、彼らも含めて全員当選させないかんので、また頑張ります。戦う集団に、まあ、立憲民主党というか、もし、もう一回、あの、生まれ変わることができたら、もう民主党とはおさらばして、ここの、あの、先祖の大隈重信が作った、立憲関心党なるものを立ち上げたいと思いますけどね。 生まれ変わったらですね。生まれ変わるのは何年後かなわからんですけども、あの、生まれ変わったら立憲改進党。本当の戦う集団を作りたいと思いますね。とにかく今は立憲民主党。小西を守れ。負けるな小西。ということでお送りしました。勝手放題言って申し訳ありませんでした。夜遅くにお聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。日付が変わりますので、これで 結びにしますではおやすみなさい。ご